警察の捜索を受けたのは、松本市にあるペットショップの2カ所の施設です。捜査関係者によりますと、犬を狭くて不衛生な部屋で繁殖させるなど、動物愛護法違反の疑いがあるということです。捜索を受けた施設では、防護服を着た捜査員が頻繁に出入りしていました。松本市保健所の職員も同行して犬を保護したとみられています。保健所によりますと、このペットショップは2カ所合わせて600匹の犬を飼育していると届け出ているということです。